진짜 Cherry Blossom Donuts. They have Cherry Blossom Cake. So they have different kinds of dessert. Yum. Japanese stuff. See, 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 I told you, I told you. That one. Ah, kawaii. Yeah, I always like see them as more people or see one of them here. Like, that's one of the really surroundable stairs. Kagate. あったね。あったかい。春。でもこれ着てよかったでしょ。さすがになかったら寒かったよね。あ、マジの一足いくらだ。あ、着ていっちゃうやつじゃん。 キラキラとかない。高いね、あのシンプルなので。うまいね。いや、本当にちゃんと高いんだよ。あれ、この辺だよね。
あ、いつもわかんないから前の時でも、てかあそこに行くのに迷わないで行けたことないって言ってなんかさ、坂歩かないかったでさ、歩いたヒールでさ高すぎて、もう生まれたての小鹿のようなどっかでは行きたいと思ったら行けた。そうなんだ。いや私なんか行ったことあるお店はいいのかなと思って。そこだけはマジで別。一番好きだから。So I'm going to my favorite, like my number one favorite place in the whole world.Not just in Tokyo, but I mean in the world. I'm so excited. Customs. It's like hidden place. Special.寿司屋さんね。見たい？いやそうだったよ。イタリアンブレックウェア。そんななんか高級品じゃない。でもタイツ 3,900円だよ。だから安いって言ってんじゃん。なんでイタリアンとか言うの？高いってあんだもん。高そうに聞こえるじゃんね。でもわかんない。中は高いかも。タイツこれでいいよ。あ高い。え？今これ買う？買うなら今しかないよ。そうなんだ、はい、でもあんまり履いてるイメージがない。アメリカ人が履くないもんね。そうだよね、多分暑苦しいからね。毎週来てたな。学校だっけ。スクールがスクールか。でも全然お店が違う。面白い。でもさ当時からさしょっちゅう変わってたでしょ。2年とか3年でやっぱお店ちょっと変わるね。ねそうだよね、うん、あだってそのネイリアもなくない多分。あそうなんだ、うん、この辺だった気がする。あ忘れした。どっかでこっち入んなきゃいけなかったのに。あそんな感じ。そうそうそう。でね、ちょっとしたら右手に出てくるはず。あった。あった？早くない？見つけんの。メイカーだ。かわいいな。ねえ、楽しいね。同じ名前だけど。洋服屋さん？入っ
って服屋さんだったらフラッと出れるからいいんじゃない。ね、楽しいよね、この辺ね。あ、そこで撮ったらポーランド城かわいいじゃん。